加藤康氏は、日本の映画監督、脚本家。本名、タイツー。兵庫県神戸市生まれの愛知県名古屋市育ち。時代劇や人気映画の名監督として活躍。代表作に、靴掛かけと木次郎うゆを一匹、まぶたの母、明治強格伝三代目、襲名、源氏実老殺草記、シリーズ、ひぼたんバクとシリーズ、江戸川乱歩の陰獣がある。 愛知県立工業学校機械科を2年で中退し、一旦、京都の貿易会社に入るが、映画への情熱さめやらず、山中を頼り状況。1937年、東方撮影所に入社した。いわゆるコネ入社であったが、工業学校中退では、体裁が悪いということで、人事担当者が勝手に、日本大学卒業ということにしてくれたという。 ヤギヤス太郎に指示し、理研科学映画、満州映画協会をヤギと共に点々とし、記録映画を作る。1946年、帰国。大英京都撮影所の助監督部に入社し、少年時代映画の虜となるきっかけを作った、伊藤大輔監督作品に就くこととなる。また、黒沢明監督、羅正門では、印象的な予告編を手掛けている。しかし、 大英の組合書記長を務めたことで、レッドパージの対象となり、同社を解雇され、独立プロの宝プロダクションに転職。1951年に、時代劇、県南女南で、劇映画デビューする。その後、嵐勘十郎の雑記作者として、シナリオを書き、本が売れ始めたため作家になろうとしていた。しかし万英時代の友人で、東映京都撮影所の制作部長だった。 辻野君春と京都撮影所制作課長だった岡田茂から東映で助監督にならないかと誘われ友人は皆反対したがチャンバラ映画が好きだったため思い切って1956年東映に移籍。佐々木康氏に1年着いた後1957年の小泉浪人で東映で初監督白塗りのスターが活躍するのが主流だった時代にあえて主要キャストが ノーメイクで出演する、風と女と旅ガラス、長谷川真の名作を蘇らせた、まぶたの母、そしてミュージカルや SF、リアルタイムの時代批判など様々な要素を詰め込んで、東映時代劇のヌーベルバーグと絶賛された衣食作、真田風雲録など、東映の看板スターだった中村金之助と組んで、数々の作品を監督する。東映が、集団構想時代劇から、 人気路線へと移行する時期には、タイトルが、加藤康氏自身の代名詞ともなる、靴掛かけと木次郎うゆ一匹をものにし、新選組内部の構想を描いたリアリズム時代劇、幕末残酷物語などを取り、そして、ヤクザの生き様を独特の美意識と叙情で描いてその後の人気映画に多大な影響を与えた、明治教格伝三代目襲名を監督する。 その創作活動は1967年から1970年にピークを迎え、富士淳子主演のヒボタンバクトシリーズでは、シリーズ中屈指の傑作であるヒボタンバクトを流山町など3本を監督し、安藤昇を主演に迎え、男の顔は履歴書や懲役18年などのアクション映画を成功させ、大英の人気オスターだったエヴァンズを東映に迎えて一周ような、 怨年に彩られた復讐物語、昭和女バクトを手掛けた、さらに野村義太郎、山田洋次ら小竹の映画監督たちとの交流から、佐藤誠が復讐の連続殺人鬼を演じる、異色サスペンス、皆殺しの霊下を監督した。1970年代には、小竹で、大作シリーズ、宮本武蔵、人生劇場、花鳥羽のほか、カルト映画の傑作とされる、 江戸川乱歩の陰住を、東方で、日本キャン、家電と、炎のごとくを監督した以外は、ミッド校門、大岡越前をはじめとする、テレビ時代劇の脚本が中心となる。1981年、佐渡の鬼太鼓座メンバーの若さと情熱を描いて、究極のドキュメンタリーを目指した、ザ・鬼太鼓座を監督。加藤にとっては、蔓延以来の記録映画であり、同時に、 彼の遺作ともなったが、この作品は、制作会社の事情により、加藤の生前に日の目を見ることはなく、1994年にユーロスペースで開催された、特集上映、加藤康史男と女、上官の美学で、初公開された。極端なまでのローアングルとクローズアップを特徴とする、独自な映像スタイルは、加藤康史映画の代名詞として知られている。 ローアングルについては、アスファルト補送されている行動を掘り返して、カメラを据え、電線が映った際には、電線を切れと言ったという懲り称。また、走る列車をその下から捉えた映像は、伝説化している。晩年は、おじ、山中貞夫の業績をまとめるなど、日本映画関係の著書を多数残している。次回作として、井原最覚原作の、 公職5人女映画化のシナリオ作業に取りかかるが、1985年に、急逝した。その独自のスタイルを貫いた映画は、死後も多くの映画ファンや評論家に絶賛され、特集上映もしばしば開催されている。ありがとうございます。